Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。3月9日火曜日、午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。あのね、もう暖かくなりまして、花見の季節ですね。王子はですね、花見を見に来ている、ね、女子大生のね、お姉さんを見る見るしたいですね。本当にね、そうするとね、あの頭の中がね、桜満開っていう形でございます。滑り王子マスクマンでございます。はい、お隣。はい、マスクマンの頭はもう満開みたいですけれども、桜はもうちょっと後ですね。そして花粉症の方大変です。ね、ダンサーズ。うん、はい。ですね、もう花粉症すごくてですね、まあ自分もですね、まあすごいんですけど、今日会社の人がですね、あのずーっとですね、鼻汁状態になってて、その鼻汁がマスクから溢れ出てたという、とってもない状況になっていたところを見たダンサーズでございます。ちょっと、私自己紹介するの忘れてたわ。味噌煮込みスキーです。はい。はい。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは、遊園地。今週のテーマは遊園地です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオのサイトから、FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは、名古屋をはじめとする愛知、岐阜、三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は、沖縄の紅芋丸焼き、誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート、東海共和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう、那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールのコーナー行きたいと思います。はい、お願いします。最初のメールはですね、はい、泉沢の特急サナさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。関西で遊園地といえば USJ ですね。僕が住んでいるところから車で約1時間ぐらいで行ける場所にあります。でも USJ には5年以上行っていません。いつも行けるからと思っていたら5年以上過ぎてしまいました。久しぶりに来月あたりに行ってみようかなと思っています。マリオ関連の新アトラクションもオープンしましたからね、ということですね。そうですね。あ、うん、ユニバーサルスタジオジャパンですか。うん、そうですね。うん、ね、どんどんあの新しいね、あのアトラクションができてますので、うん、ようやくあれじゃなかったですかね、本来なら、去年の夏ぐらいじゃなかったかな、あの、うん、マリオのね、そういうエリアがねオープンするってことでしたけども、やっぱりこのコロナ禍でね伸び伸びになってて、ようやくオープンしたっていうことですね。で、王子も行ってみたいですね。あれ、王子は行ったことあるの？ユニバーサルスタジオ行きますね。ほう、家族で、うん、そうですね、家族というか羊を連れて、ね、あ、羊だったね、うん、が、あの連れてってくれるんですよ。あ、羊が連れてってくれるの、ね、そうなんです、うん、ただね、どういう加減かわからないですけども、ね、
お金を出すのは王子というふうになってますので。いや、だってそれは王子だから当然でしょう。あのね、なかなかね、うん、あの羊に渡すだけのね、うん、あのお金をね、うん、持たせてないもんですからね。うん、王子が全部払ってっていうね、そういうことでございます。いや、それは王子だからね、やっぱり一番ね、潤ってなるから。そうだよね、本当はそうだよね。本当はそうだよ。なかなかそうね、潤わないんだよね。どうしてだろう。はい、すいません、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、いきますね。ダンサーズさん、みそにこみすきーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、遊園地。私が子供の頃、私の住む市にも横浜ドリームランドという遊園地がありました。中学生の頃、学校の仲間で遊びに行った記憶があります。そんなに混んでいる遊園地ではなかったので、ジェットコースターに乗っては降りを繰り返していましたね。そんなドリームランドもかなり前に閉園となり、跡地は大学になっています。名古屋に住んでいた頃は長島スパーランドにも一度だけ行ったことがありますよ。木製コースターに乗った記憶があります。今日も放送楽しみにしています。木製コースター長島スパーランドの。うん。うん。今、ホワイトドラゴンかな。ホワイトサイクロン？うん。ドラゴンかな。サイクロン。それスチールドラゴンじゃないの？名前がね、ちょっとね、よくわからないんですけども。うん。あれ今はもう木製ないですよね。うん、ない。なかったっけ？それがあのスチールに変わったんですかね。ね。うん、なんかそれは木製のやつありましたね。なんかあれ、きしむから迫力があるみたいな感じで、当時はありましたよね。うん、多分ね、まだね、海外、アメリカなんかだと、うん、まだその木製のね、あのジェットコースターがね、多分あるはずなんですけどね、なんかテレビで見たことがありますけども、うん、それでもね、なんかあの面白そうな感じでしたけどね、うん、やっぱ今だとこう安全性なんかをね、考えて、いろいろこう、進化させていくんですかね。うんねえ、そうですよね。考えてみたらすごいですね、あのスピードでね。そう。うん。やっぱり安全じゃないとね。そう。そう、安全がやっぱ第一なんですけども、ちょっとこうガタガタがね、する方がね、うん、あの、王子はとってもそういうのがね、好きなんですけどね。なんでかわかる？はい、いや、今、どう突っ込もうか悩んじゃったじゃん。ね、なかなか難しいでしょ、その答えをね、導き出すのが。うん、ちょっと返事に困ってあのさ、はい、でガタガタすると、ね、あの横に乗ってるお姉さんが、うん、であの結構あれじゃないですか、あキャーってなるから、そうそう王子怖いみたいに言ってくれるとね、おだまり、ね、やっぱりなんか動機が不純だよね。え、不純って言わないよ。そういうカップルよくあるいるじゃないですか。カップルはそれでいいんだけどさ、なんか王子が言うとさ、なんか下であの一緒に乗りませんかって。うん、なんかこう、すっきりしない、もやっとした感じがするんだよね。そう？あ、ツイキャスで、シュプリームさんは、スチールドラゴンはアウトレットの横を通っていたやつですよねって。そうですね。ね。うん。あ、シュプリームさん、USJ は年間パスポートだったから、大阪みなみに行くついでにちょっと行ったりしていたなって、すごい年間パスポートなんですね。うん。何回もね、足を運ばれる方は、年間パスポートがいいみたいですね、やっぱりね。なるほど。小勝からもしさん、オープニングのね、マスクマンの頭は年中桜満開じゃないでしょうかって。そうだね。桜もね、桜もだけど小鳥も飛んでるよね。ピヨピヨね。そう。今ね、うん、皆さんね、ツイキャスを見られてる方は分かるかもしれないですけども、うん、かなりね、鳥の巣頭になってますんで。あ、頭も、頭の中もだけど、今、見かけも鳥の巣。ちょっと、おしゃれなパーマにしたんですよ。ツイスト。パーマにしたのこれ。そうです。ごめん、気づかんかった。なんか、今日どうしたんだろうと思って。じゃこの爆発ってなくして、これね、ツイストパーマって言うんですけど。なんかファイアーダンスやったような感じですね。違いますよ。そう、なんかさ、どうしたんかな、今日パサパサしてるけど。パサパサしてる？
あのね、今日あのごめんなさい、ラジオでお聞きの方ちょっと分かりづらいかもしれない。今日なんかねえ、マスクマンの頭、王子の頭、なんかちょっとパサパサってなってるからどうしたのかな。パサパサクリクリしてるでしょ。なんかちょっと潤いがないよな。そう、潤いがない感じだった。これね、あの簡単に説明しますと、あの、はい、ね、あのダウンタウンのね、あの浜ちゃんと同じね、うん、あのパーマかけてるもんですから、はい、あのイメージをね、はい、持ってもらえればいいんですけど。浜ちゃんのイメージなんだ、うん、なるほど。そうなんですよ。そうかそうか。そうそう、あ、沖縄ジャンチュールさんが関西の遊園地は USJ 開園後、開園後他の遊園地が閉園廃業が相次いでいました。ああなるほど、うん、今では京阪の平パーっていうのは平方パークですね、いや姫路セントラルパークぐらいが頑張ってるかなということで、やっぱり USJ ができ、ユニバーサルスタジオジャパンができて、やっぱりちょっとみんなそっちの方に行っちゃったからなかなか厳しいってことですよね。うん、まあ、そういうことですね。他のね、あの頑張って遊園地がなんか少なくなっちゃうっていうのはちょっとあれですね。うん、ちょっとなんていうのかな、USJ だけはこうね、ディズニーランドと一緒で、ちょっと規模が違いますしね。いろんな意味でアトラクションなんかも最先端技術がね、取り入れられてると思いますんで、やっぱりそっちの方に流れちゃいますよね。まあスケールも大きいですしね。うん、そうですね。あ、ヒカルさんが王子と他皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。他皆さんになってる。よかったね、王子。ダンサーズと言います。ミソニクミシキです。珍しいね。普通はね、ダンサーズじゃミソニクミシキさん、うん、ね、マスクマンっていうね、名前が知らずに、ね、滑り王子さんっていうのが多いんですけど。うん、まあ、滑り王子さん。滑り王子で結構でございますよ。ね、そうね、うん、そうよね、そういえば滑り王子って言ってるけど実はマスクマンだったんだよね。そう、マスクマンなんだけど、うん、あ、もう大体もう番組の中でね、普通に私もね、うん、王子って言ってますので、滑るって今言ったね。いや、王子っていうところより先に滑るが出てきちゃった。あ、でも最近あれじゃないですか、滑り取れてますよ。王子王子で、ヒカルさんのあれですよ、たまには王子も立てないとって言って。王子大丈夫。ごめんごめん、呼ばなくてよかったねこれ。大丈夫大丈夫。呼ばなくてよかったね、ごめんね。立てないとじゃなくてちゃんと元気ですから大丈夫。ね、リトルプリンスは元気ですから大丈夫ですよ。はい、次はメールお願いします。はい、はい、続いてではですね、銭形警部からですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。幼い頃かすかに覚えてる遊園地は与那原の、与那原町の高台にあった与那原テックという遊園地があり、はい、親と一緒にジェットコースターに乗っていた覚えがあります。その後与那原テックはなくなり、小学生の頃の夏休み、家族全員で海洋博記念公園内の遊園地で遊び、帰りは中向けの急行バスで帰り、自宅に到着したのが深夜11頃になり、クタクタになった思い出がありますということですね。ああ、そうか、海洋博記念公園で遊んで、うん、帰って、うん、結構夜遅くなった、そういうことです ね、バスで行き帰りしてたからですね。そうですね、やっぱり今小さい、ね、頃はね、やっぱりね、小学生ぐらいだと ね、でもまたそれがね、いい思い出っていうかね、うん、ですよね。そう、それ家族で行った遊園地とかってね、うん、結構覚えてますもんね。うん、わかります。そう、そうです、そうです、覚えてますよね。でもね、でも子供の頃も面白いんですけども、年々なんていうんですかね、まあ、小学生、中学生、高校生、まあ、大人になってからまた遊園地行ってもね、その面白さが違いますよね。あ、うん、なんか年々こうなんていうのかな、面白さが違うっていうのがね、出てくると思うんですけども、うん、で家族で行くのもいいんですけども、でガールフレンドと行ってね、うん、またなんかこうワクワクドキドキってのがあるじゃないですか。あら、でそういうのはなかったですか。お姫様と行ったんですね。いや、王子の場合は捕まえたっていう、うん、もうせっかく地獄を見るわよ、せっかく優しいタッチで言ったのに。それはもういろいろなあれがあるじゃないですか。いろいろなあれって何、いろいろな、そこまでのプロセスがあるじゃないですか。今の捕まえたっていう言い方がね、あれですね、ゲットしたって言った方がいいですね。いや、余計いかん、余計いけ、余計な、なんかちょっとですよ。いやいや、それは本当にみんなお友達、うん、そうか、そうそう、まあ王子もそういう青春時代があったと。いまだにそういう気持ちは持っちゃいけませんか。この年齢が高くなってから。
そう、王子王子ってよく考えたらねえ、もう王子じゃないよね、考えてみたら。まあね、だけどね、何歳までが王子なの？いや、あのそのね、王様がね、うん、代を変わってくれない限りはずっと王子ですよ。あ、そっかそっか、まだ王様がいらっしゃるってことね。そうそう、王様がね、150ぐらいまで生きるらしいですから。あ、うん、全然、ね、王子のまま。どうするの、王子100歳ぐらいでやっと王様になれるのかな。まあそうでしょうね、ね、そういればになっても王子ですみたいな。多分そんな感じですよ。はい、ということで、はい、じゃあ CM の後は名古屋は栄養コーナーです。はい、キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、鶏物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠もち店で検索。名古屋は栄養コーナーです、はい、さて今日は遊園地のというテーマですので、遊園地についていろいろ。でもやっぱりね、先ほどからこちらの方ではですね、はい、中島スパランドがですね、一番やっぱり、うん、あれ三重県ですよね。三重県なんですけど ね、うん、そうですよね。今ねちょっとね調べてたら、木製コースターはもうなくなったんですけど、うん、はい、なんて言ったんでしょう、ハイブリッドコースターに、ね、変わったそうですよ。もうね、木と、要は木と金属っていうか、そういうので、ああ、うん、なんか融合されてるんですね。ね、うん、まあ、だから木、木製だけだとやっぱりいろいろ問題があるんですかね、やっぱりね。で、まあそういう感じでハイブリッドコースターっていうコースターに生まれ変わって、ね、でもやっぱり高速道路から見える景色もやっぱり、うん、観覧車とあの白いこう骨組みっていうかね、うん、コースターのがやっぱり目立ちますもんね。そうそう。ね、あ、うん、なんか、あ、長島スパーランドだなって思います、あれを見ると。あのね、本当はね、王子ね、先ほどからね、はい、このジェットコースターのね、話をしてるんですけども、はい、もう、だいぶね、いい年になってからね、あれ乗るとね、こう、胃がね、動いちゃって、もう、乗るのをちょっとずっと本当は控えてるんですよね。あれでね、原曲乗っちゃうとね、もう降りた瞬間にリバースって感じになりますんで、お引き取りください。でも最近乗ってない、あ、
そんなことないか、この前ディズニーランドで乗ったか、この前って言っても2年ぐらい前ですけど、あの、ね、うん、まだね子供用ぐらいのものはね、うん、あのいいんですけど、あの本当に本格的なね、ちょっとあのすごいなっていうようなねもの乗るとね、もう見てるだけでね、いやもうちょっとまずいなって感じがありますので、うん、最近ね本当に乗ってないんですよね。あとですね、なるとなかなか遊園地といえばですね、はい、まあ今三重県の桑名市にある長島スパーランドですけども、うんはい、名古屋市内にもあるじゃないですか、東山動物園。そうですね、はい、そこにありますよね。ありますね、ありますね。あれ私小さい頃に一度乗ったかな、なん、うん、なんか乗ったなっていう覚えがあって、うん、まああれも遊園地ですよね、うんうんうん、で あとはもう今はなくなりましたけど、名古屋にあの三越ってあるんですけど、うんうん、その上にも遊園地がありましたので、うん、ありましたよね。ああ、はい、観覧車ね、はい、ありました。ちっちゃいけど、うん、でもあれね、うん、なんかあれ前なんていうメンテナンスをなんかしてるって、うん、その今は使われてないけどメンテナンスをしてるっていうのがやってて、ちゃんとねあの、うん、今でも動かせるように、はい、なんかメンテナンスしてるそうですよ。うん、でもやっぱりね、ああいうデパートとかのね、屋上のその遊園地、うん、まあ、ちょっとしたね、小さいものでもなんか風情がありますよね。なんか昔からの、こう、なんかこう、なんか思い出っていうんですかね。うん、なんかいいなって感じがしますね。三重県のそういえば、はい、あの遊園地というか、うん、島スペイン村もありましたね。ああ、そうですね。そこもね、ジェットコースターがありましたけど。うん、あとはもうあれですね、うん、もう昔ありました。愛知九博。うん。あ、うん、ですね、今の長久手市になるんですけども、うん、愛知九博で遊園地が、うん、観覧車がある、ね、観覧車もある、うん、今も観覧車あるんですけども、うんうんうん、だいぶあれも撤去されちゃいましたね。ね、まあ、あとはあれじゃないですか、うん、あのこの辺の愛知県の人だとね、あのあガマゴーリがありますよ。あ、そうですね、うん、ラグナガマゴーリが、うん、あとはね、日本モンキーパークというね、はい、あ、モンキーパークにもありますね、うんうん、お猿さんがいっぱいいる中にそう遊園地があるんですけど、はい、うんうん、まあそこはね、あのお猿さんを見ながらね、楽しみながらまた乗り物に乗って小さい子なんかはね、ね、あの、うん、嬉しくなっちゃうんじゃないかなと思いますね。そうそう、今ツイキャスでヒカルさん、俺もジェットコースター乗らない、はい、あ、お苦手なんですね。私も苦手なんですあとシュプリームさん、昭和キッズの自分にとってデパートの屋上遊園地に憧れでした。うん、いやいや、ほんとそうですよ。あのね、あれやったことない？うんうん、なんていうか、この電車っていうんですか、うん、子供がみんな乗って、うん、こう連なって乗って、こう、線路があって、こう、くるくる回るような、うん、はいはいはい、ちっちゃい電車ってなんかありました。ありました、ありました。ありますね。僕、はい、ああいうのね、楽しかったです、ね。そういえば、沖縄ニュールさんがね、はい、東のディズニー、西の USJ、ともに海外から流れた遊園地の中で、うん、中京の長島スパーランドは東海3県でも頑張ってるし、あとこれです、うん、鈴鹿サーキットでも遊園地ゾーンがあります。あ、はいはいはい、あ、ありますね、ありますね、うん、そうだね、うん、そうですね、あの鈴鹿サーキットはやっぱりさすがサーキットだけあって、ああいう、ね、うん、車の形をしたね、アトラクションっていうか乗り物がね、面白いですよね、はい、そうですね、本格的で、はい、はい、ということで、なんかいろいろ話しましたが、はい、名古屋は栄養コーナーでした。はい、ということでメールで紹介します。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。古文新一さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ遊園地。他の方も話していると思いますが、沖縄で遊園地といえば、海洋博公園エキスポランド、沖縄子どもの国、ヨナバルテック、いずれも来園しましたが、うんうん、現在では面影はほとんどありません。それに60歳代以上の人はご存知かと思いますが、中城公園っていうんですかね、これ中にしろ、うんうん、の、うちの母も昔中城に、遊園地があったと話していました。動物園もあったらしいです。開発者は料理研究家の戸口初美さんでいいんですかね、うん、これ、はい、の父である宝はじめ氏、
あの廃墟で有名な中城高原ホテルの建設でも知られています、はあはあうん、現在ではこういう手法の開発はできませんが当時の試行錯誤が忍ばれて大変興味深いですということで、うん、ありがとうございます。あなんかねちょっと今どっちかっていうと廃墟のスポットイメージのちょっとが強いんですけど遊園地があったんですね知らなかったです。ありがとうございます。ありがとうございます、はいなんかいろいろね沖縄もでもなんか沖縄にもう少しなんかなんていうんですかね大きな遊園地があると楽しいのかなって思ったりしますけど。そうですそうですね、うん、あれ前なんかあれ USJ ってなんかああなんかね何かできるっていう、ねうん、なんかそんな話もあったけど、うん、どうなんでしょうね今なんかね、うん、コロナ禍でなかなかいろいろね、うん、観光自体が大変な世の中ですからね、うん、まあなんかいろいろ難しいですよね。はい、はい、ねえあねひかるさんが沖縄の中学の修学旅行のほとんどは熊本の三井グリーンランドが多かったらしいですということで。そうなんですね。熊本に行かれるんですね。熊本なんですね。はい、カップボーイさんから、味噌煮込みスキーさん、ダンサーズさん、ヒゲを剃っても薬味鶴さん、こんばんは。MVP おめでとうございますって、これ。ごめんなさい。ちょっと西町の番組。うん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 、僕が知っている遊園地は海洋博記念公園のエキスポ。ランドと子供の国のアイランドバックなんだけど、あそこのジェットコースターは別の意味で強かった。錆びてて。あ、怖かったってことかな。錆びてて。はい、って言うんだそうです。はい。はい。ということで、エンディングです。ありがとうございました。来週のテーマはフリー。来週はなんと読谷のロックスター直樹屋さんが番組冒頭からリモートで参加していただきます。題して喜友名小屋プレゼンツ滑りナイトになります。お久しぶり滑りナイト。この番組は沖縄の紅芋丸焼き誠餅店陸上海上輸送一貫サポート東海協和ザ・カバーズ絶賛発売中大城バネサの R サプライフォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓高級木材のご用命は名古屋中川名木個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさんこちらの提供でお送りいたしました。はい今日もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました、ね、遊園地のお話もいろいろ尽きないですけれども、うんうん、来週は直樹屋さんと滑り王子の楽しい、うんうん、はいお久しぶりだよ、本当に。趣旨を申し上げますと、はい。基本的に、はい。直樹屋さんと、この滑り王子、この二人がトークセッションをします。うん、我々は、ほとんど喋りません。はい。まあ、サポート、メールのサポートはいたしますけども、うん、はい、はい。そういった流れになります。ということで、ね、どんな感じになるのか、ちょっと今から楽しみですね。いやあなたもう、ひっちゃかめっちゃかよ。はい、ありがとうございました。はい、したじゃあまた来週、うん、滑りナイト。閉店ガラガラ。はい。はい。はい。お聞きくださいました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、どうなるんですか、来週。いや、どうなるんだろうね。二人で喋って、持つの、うん、この番組。多分ね、途中からね、BGM が流れるんですけど、多分そういうパターンかもしれないですね。もう、
放送できないっていうね。いや、放送できない。放送するんですけど。いや、放送できないじゃダメよ。放送ちゃんとするんだから。二人は喋ってるんだけど。しかも生放送だからね。修正聞かないよ。だからね、途中でダンサーズが、あ、もうこれまずいと思って、BGM を。はい、ということで。はい、はい、ということで、はい、来週お楽しみください。来週テーマフリーです。知った激励。